アイアン・ジー・リングはアメリカ合衆国の俳優。代表作はビバリー・ヒルズ高校白書。ニュージャージー州ニューアークでミッキートポール・ジー・リングの子として生まれ、ウエスト・オレンジにて10歳以上離れた二人の兄であるジェフ・トバリーと共にユダヤ人として育った。1982年にウエスト・オレンジ高校を卒業した。1990年、ジー・リングは ビバリーヒルズ高校白書でスティーブ・サンダース役に選ばれ292エピソードに出演した。また ABC のダンシング・ウィズ・ザ・スターズの第4シーズンでセレブリティ・ダンサーに選ばれた。彼のプロフェッショナルダンスパートナーはシェリル・バークでシーズン2でドリュー・ラシェイと勝ち抜きシーズン3でエミット・スミスと組んだ人だった。第4シーズン準決勝まで勝ち。 審査員から10点満点を3人でさせたが、決勝までには届かず、2007年5月15日の放送分でリタイアした。2006年、短編映画マン VS マンデーの監督をし、出演をする。この映画は2006年のフォーリンとローダーデールフィルムフェスティバルで、観客賞を勝ち取る。同年、インデペンデント映画ストリップドダウンのフランシス役で、 モナコフィルムフェスティバル最優秀主演団優勝を勝ち取った。これらの作品以外にも犯罪捜査官ネイビーファイル、恋する、マンハッタン、ザ・ドクターズ、ガイディング・ライトなどに出演している。また、コンピュータゲームフリーランサーでは主人公エジソン・トレントを務めた。2007年6月18日、バラエティは1週間前にジー・リングがボブ・バーカーの代役として ザプライスイズライトの司会のオーディションを受けたと報道したが失敗し最終的にはドリュー・キャリーがオーディションに受かった。偶然にも彼の前妻ニッキー・シーラー・ジー・リングが1999年から2002年までこの番組にモデルとして出演していた。2013年に主演したテレビ映画シャークネードはその後シリーズ化され2018年まで 全6作が制作された。彼の公式サイトやマイスペースには、彼の作った短編ビデオウェブソズがある。ニッキー・シーラー・ジー・リングと1997年に、結婚した後、性格の不一致ということで2002年に離婚した。ありがとうございます。